ありがとうございました。君たちは知っているか？町の理容室がなぜ月曜に店を閉めるか。月曜の理容室は彼らのアジトへと変貌するからだ。みんなから寄せられた依頼ミッションをゲームを作って解決。その名もゲームで解決プログラメン。あ、決まった。今日も決まった。プログラメン、いい名前だ。新しいチーム名考えてきたんですけど。なんで？プログラブ&ピースってどうですか？いやそう、冗談ですって。これ本気だったらさ、君を除名しようかなと思って。ひゃーで、それこそひゃーでやな。僕も実は新しいチーム名考えてきたんですよ。その名もプログラムーンチルドレン。またー冗談だろそれは。さすがにな。もちろん本気ですよ。かっこいいでしょ。プログラムチルドレン、残念ながらね、サカイノベーションは本日付で除名です。いやいや、なんでですか。でした。プログラメンよりいいでしょ。プログラムチルドレンですよ。命名料はいりませんから。とりあえず今回の依頼ミッション紹介しちゃってくださいよ。印象的。じゃあ行ってみましょう、ね、近所に住むなひろこちゃんからの依頼なんだ。はいはいはい。斉藤さんという友達が遠くへ転校してしまいます。斉藤さん、最後は笑ってお別れしたいですという。もうなんとも切ないミッションじゃないかこれ。確かに。はい、お、名案が浮かびました。リコード、全校生徒に寄せ書きしてもらう。色紙がぎゅうぎゅうになってしまうだろうな。でも我々はな、ゲームで解決プログラムだな。じゃあプログラムして解決しようじゃないか。はい、よし、早速取りかかるぞ。おお、由来ミッションともう一つね、手紙が届いててね。はいはいはい、はい、そうそう。おお、これだから斉藤さんとの思い出がリストにされたものですね。うん、これを参考にしてほしいってことかな。あ、じゃあさ、もう、はい、なんかアルバムを作るってのはどう？お、写真がないじゃないですか。というか、ゲームで解決ですよね。あ、じゃあこういうのどうですか。ここに書かれた思い出を、ゲームの中で形にするっていう。わー、しかもそれを触って遊べるみたいな。はい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 、斉藤さんはね、はい、例えばね、マラカスが大の得意らしいから、もうゲーム上にマラカスを登場させようよ。わかりました。マラカスが得意って珍しいですね。だからシャカシャカの部分と、棒の部分があって、はいはい、あ、これはただの玉と棒だね。ですね。じゃあこの玉と棒を連結させると、お、くっついた。あ、すごい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 。もういくら振っても外れない。はいはいはい、マラカスの完成だ。はい、はい、まだ続きがありますよ。ある日斉藤さんが振ったマラカスから粒がいっぱい漏れて大変なことになりましたですって。大変なこと、多分こういうことでしょうか。貸してください。お、はいはい、マラカスを、物を発射につなげてみますね。おお確かに大変なことになってるけど、マラカスつぶこんな連射しないでしょ。止まらない止まらない。まだありますから。斉藤さんのマラカス侍は思い出すたびに笑ってしまいます。ちょ、ごめんなさい、マラカス侍がわからない。何それ。きっとこういうことですよ、ね、マラカスを人に、分かった、つなげまして。どうですか。いや、じゃあマラカス侍ってこういうこと？で、マラカス侍。はいはいはい。いや、もう粒が止まらないんだけど、これどうにかなんないの？で、これとこれをつなげて、マグロとマラカスを、できた。マラカスの発射の反動で走るマグロを名付けてマグカスです。いや、そもそも発射する前提で作ってるけれども、マラカス粒発射しないからね。実はこれ、下に車が隠れてるんですね。じゃーん。ほんとだ。ここで、スミタップ講座。任天堂ラボ VR キットに入っているトイコンガレージ VR ではこんな感じでプログラムしてゲームが作れるでやんす。連結は形のあるものなら大体何でもくっつけることができるでやんす。記憶を引き連れたり
風船で浮かせたり、UFO につけて、UFO を見えなくすれば、なんだって空を飛ばすことができるでやんす。斉藤さんは、ぐにゃぐにゃ人形サミュエル君が大好きで、いつも持ち歩いていました。で、ぐにゃぐにゃ人形サミュエル君？ちょっとわかんないですけど、まあ、作ってみましょうか。なんでもう体の各パーツですね、右足左足、はい、右で左手胴体に頭に首と、並べてみました。あ、サミュエル君、これでパーツはできたんだね。そうですね、じゃあこの一個一個のパーツを、全部つないでいきますと、すごい、ちゃんと人形の形になってる、ね、多分サミュエル君こんなんですよ。でもね、グニャグニャしてないね。なるほど、ならば連結硬さをバネバネしてみるでやんす。え、なになに？この肘や膝のところに置いた球の設定から、連結硬さを選んで、普通からバネバネにしてみるでやんす。グニャグニャになった。グニャグニャになりましたね。怖い怖い怖い。ちょっと乱暴すぎますってば。いやすごいねこれ。連結する面を別の面に変えてやると、おいちょっと、スミタップ何してんのこれ。変なポーズになっちゃったじゃないですか。あまり適当に繋ぐとダメでやんすよ。あーちょっと、あらぬ姿に。なんですかこれ。サミュエル、ひどいよ。おいおい、ちょっとスミタップ元戻してくださいよ。同じもの同士でも繋ぐ順序や連結面を変えればいろんな形が作れるでやんす。自分の中心につなげればこんなことも、うまくつなげばこんな動物だって作れるでやんす。ちなみにこれはゾウでやんすよ。斉藤さんの家に初めて遊びに行って、玄関の引き戸を開けた時の驚きは忘れられません。一体何があったの。とりあえずその玄関の引き戸を作ってみましょうか。じゃ引き戸なんか作れんの。はい、スライド連結を使えば作れます。はい、まずは土台でしょ、そして、引き戸を作って、この2つをスライド連結でつなげば、ほい、わー、ちゃんとこれ引き戸の動き、スムーズですね。うん、スミタップレボリューション。どうも。あ、ちょっと貸してください。はいはい、引き戸を開けると、こんなだったかな。誰怖い。何何何、のお父さんです。その半身しか見えてないのがむちゃくちゃ怖いけれども、それともこんなかな。うわ、ちょっと、おい、ちょっと、マグロはいいよ、もう。斉藤さんの家族はマグロだったんです。いや、違う。いや、違うでしょうよ。これはどうですか。うわ、おい、外になった。斉藤さん家なんてなかったんです。すべては幻だったんです。それは、驚きだけでは済まされないよ。ちなみに、スライド連結の代わりにヒンジ連結でつなげば、はいはいはい、よくある玄関だとこんな感じでやんすね。同じお父さんでもまた違った趣ですね。あそこ定位置なの。うん、ヒンジやスライドの動きはボタンやスティックで操作することもできるでやんす。関節に細かく設定していけば、サミュエル君可動式バージョンなんてのも作れるでやんす。可愛くはないでやんす。斉藤さんは釣りが得意で、ただの池からマグロを釣り上げたことがあります。池からマグロ、どんな釣り竿を使ってたんだろう。じゃあその釣り竿も作っちゃいましょうか。物と物とこの紐連結という、これでつなぐとですね、あーブラブラしてる、はい、密着みたいですね。釣り堀と釣り竿も作って、おい、できました。あ、すごい本格的だねこれ。うおお、でも釣れた釣れた。おおおお、マグロマグロ、すごいねすごいね。マグロの一本釣り。斉藤さん、マグロ以外にもいろいろ釣ってますよ。え、何何、カバー、ダイバー、アマー、人魚か、人魚だ人魚。でも斉藤さんちょっとすごいですね。紐連結では
紐の硬さを変えたり、紐の長さを変えることもできるでやんす。紐を連続してつなげることもできるでやんすよ。ちなみに、つないだもの同士はすり抜けるようにもぶつかるようにもできるでやんす。斉藤さん一家に連れて行ってもらった遊園地が少し変だったけど、とても楽しかったです。ん、少し変？どこの遊園地ですかね。作ってみるでやんす。スミタップレボリューション。おぉ、いや少し変というか異様だよこれ。まさにこれ宇宙にあるんですかね。なんかキャラクターも可愛くないし。どうも現代にはなさそうな遊園地でやんすね。2人で乗ったスリル満点の観覧車。スリル満点すぎるでしょ。手すりぐらいつけないとちょっと怖いよこれ。ある意味一番の絶叫マシンだ。危ない危ない危ない。揺れてますし、ちょっと角行かない方がいいですよ。アトラクションの待ち時間が退屈でいたずらもしました。あれ、かぶり物どうしたんですか。ちょっと貸してもらったの。心よくね。心よく、いや絶対嘘でしょ。ちょ、中の人泣いてるじゃないですか。ちゃんと返してくださいよ。お返します。でもやっぱり一番の思い出は2人で一緒に見た打ち上げ花火です。斉藤さんとの楽しかった日々はきっと一生忘れないと思います。できた。よし、解決ゲーム思い出触るマム完成だ。いやいや、あのね、これは触るとアルバムがかかってて、うん、大丈夫です、あの、リーダーのね、ミング先生も大丈夫です。いや、先生ダサくなくて。というわけで、ひとまず開決。よーし、じゃあひろこちゃんと斉藤さんとこ行きましょう。ああ、そうだった、そうだった、はい、家に帰るまでが遠足のようにゲームをプレイするまでが解決だったな。いや、斉藤さんってね、ずいぶん変わった子らしいんだけど、満足してくれるかな。斉藤さん、みんなもゲームを作ってお友達を楽しませてみよう。きっとお友達の見たことのない顔を見ることができるよ。そういえばさ、斉藤さんってどこに引っ越すんだったっけ。あ、それなんですけど、教えてくれないんですって。え、なんか生まれ故郷に帰るらしいんですけど、いくら聞いても答えてくれないって書いてありました。友達なのに、なんか時間法に引っかかるとかなんとか。時間法？それって